というわけでやってまいりました、島ネロをですね食べたことのない人に舐めさせてみようのお時間がやってまいりました。で今回は、はい、亀島さんに舐めてもらおうと思っております。はい、今回はね、もちろん辛いもの得意な人に向けてキラーズホット持ってまいりました、まあ、とりあえず舐めてもらいます、どれぐらい入れたいかな。いっぱい入りすぎました大丈夫ですよね、辛いの得意だし、まあ この動画で始めたのは初めまして亀島と申します。辛いのが得意な方なんですけども、鈴木さんがこう前にもこういろんな辛いものチャレンジしてこう宿泊してる様子が そうなのかなっていう感じです。美味しいのかなっていう期待を込めて舐めたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではちょっと、まあ、そう指につけて、まあね、ちょっとキラーズホットですね。キラーズホット、おお、これすぐピリッときますね。あ、すぐピリッとくる。これあんま辛そうじゃないね。あの速攻性できますね。そしてあの下の上で来たらすぐピリッてきてこうひゃーってすぐひゃーってきます。何か煮物とかそういったの混ぜたりするよりは何かのできた料理でパッてかけてあのタバスコ的な使い方がいいですね。はい、いや、うん、美味しい、すげえ、本物でしょ、うん、ちゃんと本物ですげえスピードで舐めてるし、いやいや美味しいですよ。このちょっと種ちょっと汚いかもしれないごめんなさい、種見てます。うん、じゃあせっかくだからフルゲンさんにも舐めてもらおう。いや手前の方どうぞ、これを、はい、ちょっとピロッと、うわ水ありますよね。すげえ、はいはい、あ、これ僕欲しいな。わ、うん、いや桜じゃなくてですね、あのやっぱ辛いこうピリッとタバスコよりもこうガツンっていうのが欲しい方これすごくいいと思います。はい、でこの島根のキラーズホットはまだ売ってないのか、島根のはですね、はい、今あの沖縄県では、はい、まあ、いくつかのところで取り扱ってるみたいですけど、ホームセンター田端うるま市の石川にあるところ、そこが一番安定して取り扱っているようです、うん、他にもですね、あの島根の欲しいという方は、この動画のコメント欄などに書いていただければ、メーカーさんの方に直接連絡取りますんで、はい、ご連絡の方をよろしくお願いします、はい、最後にですね、本当に涙目になってないことを確認してください。はい、全然美味しいです、はい、あの辛いの大好きな辛党の方ぜひですね、あの、島根のキラーズホットですね、はい、お試しください、はいはい、本当に今日ありがとうございました、どうもです